ににつついいいててじられることについてすごく不快ではあるけれども、まあ、その程度の人だね、そうやって人の悪いところっていうか人の気にしてるところをそうやって題材にしてやるような人たちだからまあ残念だなかわいそうだなで終わるんだけどその後に同じ音楽活動をしてる立場であるのに使い方がおかしくないって思ったんですよ。 だって向こうだって向こうだってっていうかなんか,なんか分かんないように言うとえっ、ー、と立場は一緒なわけじゃないですかお互い音楽活動をしているわけでで楽曲に対しての思い出も絶対あるはずなの向こうは向こうでで私もあるしキャンディーポップに対してっていうのがあって同じ立場のはずなのに大丈夫そうっていう <laughs> そうでそう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 なんです 別にいいいんだけど、いや怒るっていうか幻滅した普通になんか人前に出させ立たせていただいている立場だしなんだろうなんか私に限らず他の方だって私と同じ悩みを持ってるかもしれないじゃないですかだからそういう人たちをひっくるめてバカにしているっていうのとあとまず楽曲。<laughs> そうそうなんかお互い同じが音楽活動音楽活動っていうかまあ「5 v もしはまだまだ始まったばかりですしスタートラインに立ててるかどうかもわからないくらいかもしれないですけどお互いそれぞれの楽曲に思いやりも思いやりっていうか思い入れもあるはずなのにそういう使い方するんだなって、まあ、がっかりしたって感じですねなので今まで込めてた思いも込めてあの関わりを切らせていただきましたっていうだけです もう連絡手段もないですだから事務所通して喋るくらいかなもし何かあったらあの道にゴミが落ちていったら拾うって言うじゃないですかそれと一緒です私は本当に必要だと思うことをやるしやりたくないことでもその将来の夢のために必要なことなら全然やるけど将来の自分に必要のないものは必要ないって言ってそこで置いてくつもりなので新しいまた一歩踏み出した私を応援してください皆さん なんか私自身すごく悩んでることでもあったの。そのコンプレックスとかそういうことが。容姿に限らずね。いろいろ悩んでることもあったし、だからそこそ、そのコンプレックスを隠すような服とか、隠すようなことばっかりずっとしてたから、だってコンプレックスってわざわざ見せるものじゃないじゃないですか。だから、それを出されたことに関しては、なんだろう、う別に、まあそういういじり方もあるよな、みたいな、思ったんだけど、そうじゃなくて、楽曲を、 同じ音楽活動をする立場として楽曲をいじるっていうのがすごく不快だったのでそれに対しての私の行動って感じですだからそれに対して謝ってほしいとかも別にないしただただ私が関係を断ち切って無関心になれば済む話だからっていうのなのでなんでフォロー外したのとかフォロー外したっていうかブロックしちゃったんですけど <laughs> とかって聞かれてもお答えしかねるので今後は 感じですよろしくお願いいたします人のことをディスって笑いを取る人は私は本当に不快なので不愉快なのでそれを見て年下の子たちが真似しちゃうかもしれないし見てる方々が不快に思われるかもしれないじゃん私のファン私以上に私のファンの方々が嫌な思いをしてるみたいな感じのツイートとか DM もくださったので何その過去の話をすると普通もともとお付き合いしていた方と。 こう活動しててその活動をやめるってなやめるってうお別れするってなった時にすごくなんだ私たち以上に悲しんでくださったファンの方とかもいてなんかそのその時に罪悪感があったんだね私はすごくだから「背中れ」って呼んでほしくないとかってすごく思う部分もあったんだけど悲しい思いをさせてしまった分仕方ないなって思う部分もあって。 急急遽だったたししあまりにも急すぎたし皆さんもそういうのを受け入れる時間が必要だしっていうのでいろいろ我慢してた部分もあって別れた本当の理由とかも、まあ、いろいろありますけど私はわざわざ言う必要言,う言おうとも思ってないし向こうを下げるようなことはこれ以上しようとも思ってないし別に下げられたからやり返すっていうことでもないので。 ただ今後はより一層一人の私を見てほしいなって思います嬉しいんだけど一緒に見てもらえるのもやり返すとは何かその時点で私も幼稚になっちゃうからだから背中を押してくれる一人一人あなたが好きだしあなたってもう画面の向こうのあなたが大好きですし 少しでも喜ばせたいから毎日頑張ってるし私なりに私のできることを頑張ってるしみんないつもありがとうございます <laughs> なんかさ強くないからさ弱くもないんだけど <laughs> 弱くないんだけど強くないからさたまに <laughs>。 一人で戦えない時とかもあるんだけど <laughs> 頑張るから少しでもみんなに喜んでもらえることをするから <laughs> だから「これからもよろしくお願いします」っていう配信でした。<laughs>